正気か貴様、セイバーを使わず自分を捨て石にするだと？たわけねえ。自らを犠牲にする行為など偽りに過ぎぬ。それを未だ悟れぬとは、筋金の入った偽善者よ。贋作、偽善者か。確かに俺は偽物だからな。うん、勘違いしていた。俺の剣聖っていうのは剣を作ることじゃないんだ。俺にできることはただ一つ、自分の心を形にすることだけだった。体は剣でできている。塩は鉄、心はガラス。幾度の戦場を越えて腐敗、ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなし。担い手はここに一人、剣の丘で鉄を打つ。ならば我が生涯に意味はいらず、この体は無限の剣でできていた。そうだ、剣を作るんじゃない。俺は無限に剣を内包した世界を作る。それだけがエミヤ・シロウに許された魔術だった。固有結界か。それでこのみすぼらしい心象で何ができる？驚くことじゃない。これらは全て偽物だ。だが偽物が本物にかなわないなんて道理はない。お前が本物だというのなら、ことごとくを凌駕してその存在を叩き落とそう。行くぞ、英雄王。武器の貯蔵は十分か？ふん、思いやがったな、雑種。わからないか。千を超える宝具を持つお前は英霊の中でも頂点に位置するものだろうよ。だがな、お前は王であって戦士じゃない。一つの宝具を極限まで使いこなす道を選ばなかった。俺と同じ半端者だ。贋作を作るその頭蓋、一片たりとも残しません。他のサーヴァントが相手なら、こんな世界を作ったところで太刀打ちできないさ。無限の剣を持ったところで究極の位置を持った相手には対抗できない。だがお前が相手なら、先に剣を用意している俺が一歩先を行く。おのれ貴様ごときに本気を出さねばならんとはな。
前が強い。ギガ